熊本電鉄の北熊本駅に併設される車両基地。そこにひときわ歴史を感じる車両が佇んでいました。ですね、もう劣化が進んでますね。で、一部、はい、こういうところが木とかになっているんでですね、モハ71型、1928年に製造されて戦前から広島を走り、1957年までに当時の国鉄から3両が熊本電鉄に譲渡されました。正確な資料は残っていませんが、広島に原爆が落とされた1945年8月6日、3両のうち2両はたまたま山口県下関市の車両工場で検査中だったため被害を免れましたが、1両は広島にいて被爆電車となった可能性があるということです。そんな歴史がある車両ですが、1981年を最後に3両とも客車を引退。現在はこのうち1両が北熊本駅構内で他の車両を牽引していますが、昭和3年製の車両でして、ちょっと胴体保存されているのはですね、ちょっと珍しい、ちょっと弊社が屋根のないところでの保存になっちゃってますんで、劣化が目立っていて、まあ、それを少しでもちょっときれいにできたらなという思いで。修繕に必要な費用は最低でも450万円。熊本電鉄はクラウドファンディングで集めることにしました。クラウドファンディングを成功させてですね、まあ、車両もきれいな状態でですね、まあ、これからあとも末永く残していきたいとは思っております。寄付すれば車両を貸し切っての撮影会に参加できるなどのお返しがあります。そしてスタートからおよそ1ヶ月、寄付受付最終日の今日、目標金額を達成しました。今年で96歳になるモハ71型、来月にも修繕を始め、修繕した後は北熊本駅の構内で客を乗せて走るイベントなどに活用する予定です。